ぱ右ですか。ここはもう右から絶対。完璧。おーい、曲がり。まさかの。まさかの上だったのに。そうですね。結構上げてるかも。上げてますよね。うん、今までゴルフで泣いたこととかありますか？いっぱいあります。いっぱいあります。いっぱいあるってえ、ラウンド中あります？ラウンド中も恥ずかしいですけどあります。え、もうそれはやっぱ不調？不調？でも悔しくて。あ、悔しくて、はい、めっちゃ負けず嫌いなんですよ。はい、でもなんかゴルフって自分じゃないですか。自分にもう負けすぎてじゃないけど、そう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 、そんな感じ。まあでも勝負ごとも負けたくないし。そうです、まあ一緒に回ってる人もいますもんね。はい、そうです。はい、一緒に回ってる人はあんま思わないんですけど、うん、だゴルフではもう自分に悔しくて。そうで、基本的に何しても負けず嫌いって感じ。そうです、もう遊んでも何しても遊んでも何でも向いてますよね。そうなんですかね。うん、もう何しても1対1のスポーツとかめっちゃ負けたくなくて、もう震えますもん。負けたくなさすぎて。負けたくなさすぎて。一発ミスっても次のショットで乗せて2パットでボギーでいけるけど、パターで一回例えばこんぐらいのパーパットミスるともう絶対ボギーじゃないですか。絶対ボギー。そう、だからミスがリカバリーしにくいんですよね。ああ。そうだから。パターのミスって増えていく一方っていうか。そうなんですよ。ドライバーのミスはセカンドショットサードショットでリカバリーできるけど。でパーがありえますもんね。そうそう。ドライバーミスっても3メートルのパーパット入れたらパーだけど。1メートルのパーパットミスったらもうボギーになっちゃう。そう、そうなんですよ。だから一番スコアに影響しやすいんですよね、パターってね。確かに。そう。わあ、めっちゃいい。戻ってます。あれフェアウェイにキック。あ、なんかキックがダサい。キックがダサい。なんかこっち出てこなかった。これは左です。あっち？うん、ちょっと断定器言ってきます。はい、行きましょう。これがやりたかった。これがやりたかった。あー、完璧。ナイス。一人も。すごいよ。もうね、すごいですよ。こっからですね。こっから全く、しかもまたこう山があるっていう。うまい。うまい。ナイスオン。
遠いかさすがに。アマチュアに限って意外とこういうところに刺しません？そう、なんか分かってない多分ケンちゃん。難しい方に刺す人いますよね。自分のボールを意識しすぎてなんかこう、うん、こういうところにティーグラウンドは全部平らだと思ってる。なるほど、傾斜は見えてないんだ。こっちばっかり意識すぎて。負けず嫌いで、はい、そのまあよく友達とかといろんな、なんか例えばアトラクションとか行ってても、はい、負けたくないみたいな。そうそうそう、ガチになっちゃうんですよね。試合中とかにその気持ちってコントロールしなきゃいけない時ってあるじゃないですか、うんうん、もうカーッとか、ね、負けたくないって思っても、うん、ゴルフだと結構冷静にそうなんかしなきゃいけない時とかどうするんですか？ゴルフは意外と冷静なんですって。結局なんか目の前に敵がいないじゃないですか。自分だから別に一緒に回ってる人が敵にはならないから、なんか別に一緒に回ってる人に負けたくないとかあんまり思わなくて、それより自分がボギー打ったりしたくないミスをした時にすごいなんかわーってなるんで、そこはでもうまくコントロールしなきゃいけないんですけど。例えばじゃあそのわーってなりそうな時はなんか食べるとか、なんかちょっと違うこと考えるとか、なんか飲むとか、酒じゃなくて、お酒じゃなくて、お水お茶とか飲んで、いけますよね、ラウンド中。あ、もうっつって、入ってるの本当は焼酎だったみたいな。じゃなくて、お水をね、飲んで、頭冷やして、今のはたまたまだ。たまたまだみたいな。前向きに、そうそう、切り替えたい。大事。嫌いな人多いと思うんですけど、はい、超嫌いです。嫌いですか？嫌いさが嫌い。これは何を意識したら、まあ、一番はボールを上げようとしないですね。そうですね、それ本当に上げようとしないで、うん、あ、上がらないから飛ばないんでキャリーが出ないんで、もう安全の方を狙っていくことと、例えばこういうライでもグリーン狙わなきゃいけない時ってどうします？もうでも私は花道方向から安全に行っちゃうんですけど、でも私は結構オープンに構えて、そうオープンスタンスに構えて、足がしっかり振りやすくして、足をもう回して止まらないように、止まらないように。結局なんかドローを打とうとするとやっぱ下から入っちゃうんで、このラインに限ってはあんまドローは打たないように。絶対手前になんかドーンってなっちゃうから、もう開いてもちょっとカットに入れるぐらいに気持ちで、はい、よいしょ。ちょっとまっすぐめですか？ここは左足下がりのつま先が上がってるから捕まります。捕まります、はい、でなんか向こうに下がってそうですよね。受けてる方向90ヤード50ヤード50度下ですね。止まったから止まってないです。
しびれた。ハットでしたね。しびれた。パンって入った。